ちょっと山道の自撮りに挑戦です。ここは名古屋市千種区の茶屋ヶ坂公園というところです。周りは住宅地ですけど、こんな小高い山になってます。鳥の声聞こえますでしょうか。ちょっと険しい山道ですけど、ここはアジサイがとてもたくさん植えてあるところです。もうすぐ山頂に着きます。茶屋ヶ坂公園てっぺん取ったど、周りはこんな感じです。まあ木が生い茂ってね、景色は見えないんですけど、名古屋市でも一番標高の高いところになるかと思います。名古屋市千種区茶屋ヶ坂公園のてっぺんです。